この下を押さえてもらえますか。もうちょっと強く、もうちょっと強く。いや、実際はこの清水さんこれでやるから、それも VR 関係ないから、もうこれだけだから、はい、うん、関係ない。これで実際に撮れてるかどうか、これで、これが本番のカメラ、メインカメラだからね、それでアップするなりいろいろやってくださいね。配信はただ事実これ残すだけの話だからね、はい、事実これ残すだけの話だからね、はい、いいですか、もうちょっとアップじゃない、これ、これ端っこ、うん、いやいやいや、そっから行こう、ずっとアップしておいて、そっからずっと近づいて9出すから、いつも通り、うん、OK ね、これで音は、うん、聞いてから、そう、そこからスタートだから、うん、もう今録画してる、してる、始まってるね、してる、OK、もうこっちも配信 OK だから、じゃあ1カメラいいじゃないですね、うん、はい、行きましょう、はい、はい、いいですよ、はい、皆さんこんばんは、11月5日月曜日、419回しゃべくれ松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、やっぱりはい、ちょっと朝あったかかってですね、まあ、日中もですね、やっぱりいい天気っていうんですかね、の天気でして、結構皆さん散策ですね、していますし、まあ紅葉なんかもですね、ぼちぼち、動いてきてるという形になります。まあ、これからですね、松代の周りの山々がですね、だんだんと紅葉に、なってくるという形でですね、まあ、皆さん紅葉狩りに楽しみができるかなというような松代でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代町竹山町にあります、佐久間象山先生を祀ってありますですね、象山神社の宮司さんの滝沢元井さんです。よろしくお願いいたします。今回象山神社でですね、象山先生が他に5名の門下生の銅像ができるっていうちょっと奉納されるっていう形をお聞きしましたので、今日どういったことですね、どういったことで、こういうされるのかっていうのを、これでやるよ、富士山にお話を伺えればいいかなというふうに思いますので、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、最初にですね、象山神社はどこにあるかという形でですね、ちょっとお話を伺いますね。ですね、松焼センターが今ここにおります。今、中継して生放送になってるんですけども、これから西の方へ行きますとですね、郵便局ございますね。郵便局のそばにですね、信号が一つだけございます。この信号をですね、南の方へ降りていただきますとね、これ象山記念館の近くにですね、ちょうど両側に灯籠がなんかありましてですね、そこ入っていただくと、ここが大きな象山神社という形になります。はい、ですね、今回ですね、象山神社でですね、まあ、入り口にですね、こういった象山先生の銅像が、馬に乗った銅像が今あるんですね。はい、それからですね、まあ、宮司さんに持ってきていただいた象山神社はですね、こういったパンフレット、ね、これが公民邸になりますね。それからこれが茶室っていう形ですね、ありますし、あと象山神社のね、こういった形ですね、これが、これが聖火の跡ですね。入り口ですね。はい、そんな形の象山神社でございます。できるだけ大きいことしたい。あとですね、象山先生のね、こういう馬乗ったところもね、これがあるんで、ちょっと珍しいなと思って、これがちょっとね、見ていただいてですね、はい、やっていただけるかありがたいなと思います。これがですね、銅像なんかでも全部元になるってことでいいですか。そうですね、これは日本画家の伊那市出身の池上秀芳さんという画家の方
方に書いていただいているんですね、はい、そうですよ、創建寺ですね、はい、だこれが元にして銅像であったりとか絵なんかも描かれているみたいな形でいいですか、うん、そうですね、はい、まあ、実際に今度ですね、奉納される形にあって、まあ、どうしてこういう奉納されるような話になったんですかね、ちょっとお話聞きたいですね。まあ、今年は、はい、明治維新150年、はい、ちょうど造山神社も創建、まあ、80年ということでございまして、はい、ちょうど1年ほど前、はい、昨年の11月にですね、はい、ちょうどあの株式会社青木ホールディングスの青木弘則会長様が大変あの造山先生を敬愛しておりまして、ちょうどご参拝にお見えになりました、はい、でそこで造山先生を 見出していただきました、はい、8代の生きづら子が造山先生はどこで初めてお会いしたんだろうということで、うんうん、境内のに隣接します生誕地の方へご案内いたしまして、はい、多分この辺でしょうということで説明したところ、はい、じゃあここにじゃあお二方の行きつら公と造山先生の像を建てようかという話ございました、その時にはちょっとどうも境内からちょっと奥へ入りますので、そんなことでですね、そうですね、じゃあ境内の方にちょっとご案内をいたしまして、はい、せっかくですからということで、ちょうど絵馬殿の前が開いておりましてですね、この広場をちょっと整備いたして、お二方の立を立てて、はい、できれば、この明治維新という、ね、150年という年でございますので、文科生の皆さんどうでしょうかというお話を申し上げたところ、はい、まあ、大変、まあ、グッドアイデアということで、うん、実は文科生の銅像も胸像も、うん、まあ、建てるというお考えを示されたわけでございます、まあ、話がトントン拍子という形ですかね、まあ、偶然にですね、そのような方向になりましたですね、あれですかね、まあ、銅像を奉納されるけど、まあ、どんな人っていうのもね、まあ、関係者っていうんですかね、さっき銅像の先生の関係っていうので、まあ、いろんな方がいらっしゃるので、ちょっとまたこれもご説明していただいていいですかね。そうですね、はい、まず見出していただきました、はい、8代の生きづら子、はい、まあ、この方はご承知の通り、まあ、白川藩の松平真信ですね、完成の改革をされた方ですよね、はい、老中の時にですね、その次男で、がこの生きづら子でした、はい、その生きづら子がこの7代の真白藩主、はい、生きだか子に養子に入られまして、はい、それから、文政6年、つまり33歳の時にですね、はい、まあ、家督を継いで、まあ、8代の藩主におなりになったと、で10万両を配したということで、うん、はい、まあ、造山先生のいろんな優秀さを見出していただいて、はいはい、よく活用していただいたということであろうかと思いますね、はい、それから、はい、それから続いて実像とすればあと造山先生でございます、はい、それは後ほどご説明申し上げます、はいはい、それからあとご名さんですね、そうですね、吉田松吉田松陰先生は、はい、ご承知の通り、まあ、19歳で、まあ、造山寺に入門されましてちょうどペリー艦隊が2年目にこちらへ、日本に参った時にですね、はい、そこに乗りまして、はい、ペリー艦隊のその船にまあ、密航しようということで、はい、まあ、造山先生の激励文もそこにあったわけでございますけれども、それによってですね、まあ、伝馬町に、庶民先生また造山先生と、まあ、半年ほど、まあ、牢に入るわけであります、でそれぞれ、国元の絵の、まあ、撤去ということになるかと思います、そのような
吉田松陰先生でありますが、まあ、萩に帰りまして、まあ、野山国に幽閉されて、その時に松下村塾というものをができました、はい、そこでは高杉晋作、日下玄瑞とか、はいはい、また第3代の師匠がありました山本有朋、それから初代の伊藤博文、そういった方々がそこでまあ育てられたということであろうと思います。はい、勝海舟さんはね、この方はお名前が勝海舟でございます。象山先生の最初の塾の名前が海舟将軍、まあ、よくこれ軍艦というふうに訳されておりますが、それを自分の号にしたということでございまして、まあ、西洋法術を学んでですね、はい、その後万延元年1860年には咸臨丸の指揮官として、まあ、渡米しているということであるかと思います、まあ、いずれにしましてもやはり一番活躍されたのは明治元年1868年の3月14日に西郷隆盛と、また勝海舟によりまして江戸城無血開城への導いたということでは、大変こう貢献の今ある日本の礎の部分であろうかなというふうに思っています。ただ象山先生の義兄ということで、海舟の妹の純子さんが象山先生の正妻ということになっておりますので、義兄であろうかと思います。それから小林虎三郎、まあ、18歳で、まあ、長岡藩においては、まあ、助教を務めるほどの、まあ、優秀な方でございまして、まあ、23歳で、まあ、象山塾に入門されたということで、吉田松陰、また小林虎三郎と象山門下の二兄だというふうにも言われております。で、まあ、明治2年に長岡藩の大参事になりまして、まあ、有名な米百俵の逸話のお話もございまして、生涯人材育成に、まあ、生涯を捧げられたという方であります。それから坂本龍馬につきましては、まあ、1853年から1年間、まあ、江戸で堅実に学んで、まあ、象山塾に入門されたと、まあ、その後亀山社中とかいわゆる海援隊ですね、そのものを結成したり、また慶応2年ちょうど明治維新の2年前、薩長同盟を成立させて徳川幕藩体制の崩壊へ導くというようなことの発端を作られた方でもございます。しかしながら慶応3年翌年ですね、11月15日に京都大宮において中岡慎太郎とともに、まあ、暗殺をされるというような方でございました。あとはあれですね、象山、先生に関して勉強されてるって方は象山、中でもね、はい、ゴールドマッスルクラブだとかあったりとかっていう、はい、各専科でもいろいろと勉強してる方いらっしゃいますわね。そうですね、ここには大変専科があるようでありますが、象山、先生については、はい、まあ、象山専科として、その専科長は、時の、まあ、御用商人でございました八田家の末裔の八田晋三さんによりまして、はい、まあ、象山先生の当時を語っていただいていると、ね、また象山先生、はい、漢詩生涯ですね、600ほど作られまして、はい、それにつきましても象山研究家の佐久間正美さんがその講義を行っておると、はいはいはい、また今年は4月に県立大学ができました、はい、象山塾ってのがありましたね。で、そこではその象山先生の生き様を取り入れて国際的人材を養成する、はい、まあ、グローバル化というものをできたわけでございます。合わせて、今からまあ8年ほど前に、象山先生生誕200年という、この2011年でございますが、はい、その時にまあ、その時に年に活躍されたジャーナリスト、あるいは学者、あるいは経営者等を調整して、はいはい、講演会を開催しておりまして、はい、これも青木ホールディングスの青木博之会長さんの、はい、この力、また、国を動かす、あるいはご世界に関わる人を出したいと、まあ、そういった強い願いを持って、
熱い熱い支援をいただいて、まあ、今年8回目を迎えたということが、はい、増山軸ですね。佐喜眞増山軸でございます。はいはい、まあ、これもね毎年やってらっしゃるんですね。そうですね、はい、まあ、結構いろんな著名な方ね、お呼びして勉強するっていう形なのでね、はい、そうですね、あ、皆さん楽しみでやってらっしゃるところ、はい、区と文化ホールでやられたっていう形ですね。そうですね、はいはい、それからですね、まあ、これ、はい、あの先ほども、ね、ご説明していただいたんだけど、この中でこういう序列をこういうね、配置図みたいな形がありますけれどもね、はい、一応真ん中に田中さん、はい、佐久間ゾウさん先生みたいな形ですね、こういう形で、うん、あの並べるような形になるんですね。はい、はい、そうですね。でここにあのレリーフというのがございますが、はい、あ、はいはい、の今あの境内に、はい、公民邸という建物がありますが、はい、これはあのちょうど築居が約9年ほどありますが、その最後の年ですね、はいはい、草加玄瑞あるいは高杉晋作、うん、また中岡慎太郎が、はい、その時局を語るために増山先生を訪ねてきて、はい、まあ、語られた3人の方、うん、レリーフを、ね、あ、こうやって語るって形でね、はい、3人の一応建立したいということでございます。はい、これですね、剣術奉納除幕式っていうのがあるんですけど、はい、これはいつですか。そうですね、はい、今月の11月の25日、25日でね、はい、はい、10時から除幕式を行います。はい、わかりました。それを受けましてまた、その後12時から式典また祝賀会と、はい、まあ、そんなことを予定しております。はい、まあ、お忙しくなりますのですね、はいはい、まあ、あの最後になりますけれども、あの増山神社の宮司さんになられてこれで何年くらい経つんですか。そうですね、まあ、奉職したのは43、4年になりますが、うん、で宮司になりましたのはちょうど15年目を迎えております、ね。あ、そうですか。これあの80周年記念で一区切りついたという形ですけど、今後どうですか、竹田宮司さんの思いというか、その増山神社はどうしていこうかなっていう思いを聞かせていただきます。まあ、今回株式会社あの青木ホールディングスの青木宏典会長、はい、また、はい、青木高久会長さんに大変このご常在をいただきまして、はい、銅像の建立ということで、まあ、結びついたわけであります。はい、合わせて境内の整備もいっぱいにこうしていただいたわけでございます。はい、まあ、これを契機に多くの皆さん方にまた銅像を、はい、見ながらですね、はい、増山先生の美徳と、いうものをご覧いただきながら、はいはい、またその銅像からまた勇気をいただいて、また自信を持って、はい、何事にもこう挑戦していこうという、そんなパワーをこの銅像から受けていただければ、うん、こんな幸いなことはないかなというふうに思っております。はい、まあ、そんなことでぜひとも多くの皆さん方に、はい、あのご参拝いただきながら、その意図あるいは強いパワーをいただいてほしいなと、うん、そんなことを願っています。わかりました、はい、わかりました。まあ、これ目標に向かってですね、まあ、また体に気をつけて、はいはい、頑張っていただければと思います。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。静かに移動してください。上げていいよ。じゃあ最初しばらくちょっと静かにあの止まってみてください。カットする関係あるから止まってください。はい、こっち向いて止まってください。5、4、3。矢北さん、はい、素晴らしい。ねえ、やっぱり佐久間増山先生、もうやっぱり、宮司さんもおっしゃったけどね、パワーもらっちゃうね。いいね。うん、いや、やっぱりね、入り口のあの馬上の
ゾウさん先生、今度は中に行ってね、うん、今度はまた新しい農村に行きます。パワーいっぱいもらってきたので、ね、みんな元気になっちゃうね。まあね、七五三も終わったんですよね。七五三もやってたりとか、ね、いろいろやってるしね、はい、いいと思いますよ。いいですね。はい、ぜひ、ね、参加、25日以降で、はい、そうですね、はい、参加していただければいいと思います。ということで、お知らせも、はい、お知らせですけどもね、11月11日土曜日、はい、日曜日ですね、はい、武家屋敷のお庭拝見というのに、ね、お住まいになっているところをちょっとお願いして回るような形っていうのはね、まあ、春と秋と一応やってますけど、これからまあ紅葉の時期っていうので、ね、武家屋敷のお庭の紅葉っていうのも一つ見ていただければいいなというふうに思いますんでね、よろしくお願いします。さてさて、はい、さてさて、来週はこれ来週はですね、はい、はい、はい、今度はあれでね、宮坂さんですね。あ、私ですね。はい、何をやるかっていうと、ですね、うん、まあ、松代じゃなくてね、うん、篠の井の入選放送なんですよ。うん、で、まあ、なんで篠の井かっていうとね、うんうん、そのアナウンサーの小関さんが松代の東寄りお住まいなんですよ。宮坂さんと同じだね。そうなんですよ。隣だね、隣だね、ちょこちょこって話だったね。そうですね。で、今お話してるんですけど、うん、篠の井の、ね、入選放送なんですね。うんうん、はい、ですね、長野県のですね、優先放送コンクールの番組コンクールで最優秀賞、うん、そうなんですよ。すごいじゃない、番組コンクール、何これ何この主任さんが、そうなんですよ。それでね、うん、もう一つですね、うん、もう一個ね、うん、優秀賞、うん、優秀賞、ね、優秀賞もね、うん、お知らせの部ですね、うん、お知らせの部でね、うん、優秀賞もらったんですよね。はい、すごいことです。そうなんですよ。その話を聞くの。そう。そうなんですよ。表彰状も持ってくる。多分ね、持ってきてくれるんじゃないかと思うんですよね。どういうやり方がね。で、先言ったようにね、はい、その、できればね、うん、松代テレビだから、うん、松代よかったんだけども、うん、まあ、お隣だから、うん、ね、うん、お住まい、松代なんで、新安城なんで、まあ、無理やりね、こじつけて、こじつけてね、いや、第1回のだってメインパス、うん、そう、そうなんですよ、パーソナリティ、1回目のね、うん、私ゲストと、あ、そうか、そうなんです、それです、その方にね、はい、小崎さんに出ていただいて、まあ、久々に出てくれたらね、顔は変わってるかな、そう、まあ、お綺麗だからね、そうかね、ますますお綺麗になったんじゃないかと思いますよ、ね、はい、どうですで、じゃあ来週はそんな予定でね、綺麗な小崎さんがね、はい、どうぞお楽しみということでね、はい、お楽しみと言いますかね、くり合わせに行きますか、はい、じゃあ最後、はい、お楽しみ、それでこっちに見てください、はい、そこに入れて